こんにちは、皆さん。こんにちは。今日のテーマは、次の10年に何をすることです。日本語学校を卒業したら、専門学校に入学したいです。ビジネスの主題勉強したいです。専門学校を卒業したら、会社に就職する予定です。学生ビザを就労ビザに変更したいです。数年後には自分のビジネスを始めるつもりです。レストランを開きたいです。就労ビザをビジネスビザに変更したいです。レストランでいろいろなネパールの料理を提供したいです。でも私は自分の国が大好きので、数年後には自分の国に戻るつもりです。そして私は自分の国を日本のように発展させたいと思うんですよ。ありがとうございます。